福島瑞穂君。社民党の福島瑞穂です。社民党を代表して安倍総理に質問をいたします。冒頭、アルジェリアでのテロ事件で犠牲になられた方たちに心から哀悼の意を表します。さて、総理の所信表明演説は人々の生活の痛みや苦しみについて全く配慮がありません。雇用対策やセーフティーネット、格差問題解決への言及はなく、デフレ脱却の責任を日銀に押し付けるばかりです。大規模な金融緩和、無駄な公共事業の拡大ではなく、所得と雇用の安定による個人消費の増加こそがデフレを食い止めるはずです。雇用や所得の安定をどう図っていくのか、明確な答弁を求めます。地方交付税削減という手法で地方公務員給与の減額を行うことは、地方自治の本旨をないがしろにするものです。民間中小企業、地場産業の賃金にも引き下げ圧力を与え、地方の消費をさらに冷え込ませます。今回の措置は撤回すべきと考えますが、いかがですか。生活保護制度における生活扶助基準額引き下げは、受給者だけでなく非課税限度額や保育料、就学援助など多くの国民生活に連動します。生活扶助基準の引き下げはやめるべきです。いかがですか。所信には原発について一切の言及がありませんでした。政官業の癒着で40年以上原発を推進し、福島原発事故を引き起こした自民党の責任をどう考えていらっしゃるのか、ご答弁ください。民主党がまとめた2030年代に原発稼働ゼロの方針は、討論型パブリックコメントなど国民的議論を経てまとめられました。2030年代ではあまりに遅すぎますが、原発稼働ゼロの方針の否定は国民的議論の否定であり認められません。いかがですか。1月28日、総理は沖縄の代表から緊迫書を受け取られました。その中で、多数に上る死者を出している危険なオスプレイを配備することは沖縄県民に対する差別以外何者でもないとの指摘があります。この指摘に明確にお答えください。沖縄県の総意として普天間基地を閉鎖撤去し、沖縄県内移設を断念すべきとする意見に対してご答弁ください。ところで、日本はジェンダーギャップ指数が135カ国中101位と後退をしました。総理の男女共同参画を進める決意と、その実現への具体策をお示しください。 TPP 交渉に参加することは、国民皆保険制度や食の安全安心の基準を守る ISD 条項には合意しないなど、自民党が総選挙で公約した TPP 参加是非の判断基準に反します。交渉参加断念しかありません。総理、ならぬことはならぬものです。集団的自衛権の行使を認めることは、平和国家としてのあり方を根本から転換することであり、憲法解釈で変更してはならぬ。考えますが、いかがですか。政府は防衛大綱の見直しと中期防衛力整備計画の廃止、防衛費増額や自衛官増員、またアルジェリア人質事件を口実にした自衛隊法改正や日本版 NSC 構想などを示しています。村山談話や高能談話の見直しは、アメリカを含めた諸外国からも憂慮されています。村山談話や高能談話を見直す必要はないと考えますが、いかがですか。国防軍を設立して戦争ができるようにする、武力行使を可能にし、個別的自衛権、集団的自衛権を認める、平和憲法の理念を捨て、そして、基本的人権を公益及び公の秩序でいかようにも制限し、
公正憲法や立憲主義の大原則を転換する自民党の日本国憲法改正草案は許されません。総理は憲法改正手続きを定めた96条改正に言及をしました。これは99条の憲法尊重擁護義務に反します。最後に、安倍内閣の進める国民の苦しみを顧みない、将来に禍根を残す政治の在り方や憲法改悪に厳しく対決し、憲法の示す価値こそを実現する社民党の決意を申し上げ、質問を終わります。内閣総理大臣安倍晋三君。福島瑞穂議員にお答えをいたします。国民の雇用や所得の安定のための方策についてお尋ねがありました。頑張る人は報われるという社会の信頼の基盤を守っていくため、大胆な金融政策、機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略という三本の矢で経済再生を進め、雇用や所得の拡大につなげることを目指してまいります。なお、今般の補正予算及び平成25年度予算に盛り込んだ公共事業については、国民の生活を守り、地域活性化を促すために必要なものと考えております。超公務員給与の減額措置についてお尋ねがありました。政府としては防災・減災事業や地域経済の活性化といった課題に迅速かつ的確に対応するため、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、地方公共団体にもこれに準じた取り組みを要請したものであり、撤回は考えておりません。地方財政計画については、こうした地域の課題に対応する観点から、給与削減額に見合った事業費を歳出に計上することとしており、地方の消費を冷え込ませるとのご指摘は当たらないと考えております。生活保護制度の見直しについてお尋ねがありました。生活保護制度については、その基準の適正化に合わせて生活困窮者の自立就労支援にしっかりと取り組んでまいります。また生活扶助基準の見直しに伴い、この基準を参考にしている就学援助制度など他の制度の対象者等に変更が生じる可能性があることから、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないような対応を鋭意検討してまいります。原発事故に関する自民党の責任についてお尋ねがありました。東京電力福島第一原発事故について、政権与党の一角を担ってきた自由民主党もその責任を逃れることはできません。被災者の皆様をはじめとする国民の皆様に多大なご苦労をおかけしていることに対して、自由民主党総裁として心からお詫びを申し上げます。福島の再生を必ずや成し遂げるとともに、妥協することなく絶え間ぬ安全性、信頼性の向上を図り、原子力安全の文化を確立させるため、政府のみならず自由民主党としても全力を挙げてまいる所存であります。いわゆる国民的議論への見解についてのお尋ねがありました。前政権が原発に関して昨年夏に実施したいわゆる国民的議論については、大きな方向性として少なくとも過半の国民は原発に依存しない社会の実現を望んでいる一方で、その実現に向けたスピード感に関しては意見が分かれていると分析されています。いずれにしても原子力を含むエネルギー政策については、まずいかなる事態においても国民生活や経済活動に支障がないよう、エネルギー需給の安定に万全を期すことが大前提であり、この点、2030年代に原発稼働ゼロを可能とするという前政権の方針は、ゼロベースで見直し、エネルギーの安定供給、エネルギーコスト低減の観点も含め、責任あるエネルギー政策を構築してまいります。その際、できる限り原発依存度を低減させていくという方向で検討してまいります。普天間飛行場の移設問題についてのお尋ねがありました。普
天満飛行場の移設を含む在日米軍参編については、現行の日米合意に従って進め、抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減に全力で取り組みます。普天間飛行場の固定化はあってはなりません。政府としては沖縄の声によく耳を傾け、信頼関係を構築しつつ、普天間飛行場の移設に取り組みます。オスプレイの配備について、沖縄県民の声にどう応えるのかとのお尋ねがありました。オスプレイの配備は、我が国の安全保障にとって大変有意義な意味がありますが、その運用に際しては、地元の皆様の生活への最大限の配慮が大前提です。オスプレイに関する分析評価報告書、日米合同委員会合意等により、その安全性は十分に確認されているものと認識しており、その配備が沖縄に対する差別だとは考えていません。今後とも日米合同委員会合意等について、丁寧にご説明するとともに、この合意が適切に実施されるよう、米側との間で必要な協議を行っていくことにより、地元の皆様のご理解を得ていきたいと考えています。男女共同参画を進める決意についてお尋ねがありました。働く女性が自らのキャリアを築き、男女が共に仕事と子育てを容易に両立できる社会を作り上げていくことは大変重要です。また、女性が社会のあらゆる場面に参加することは、日本の強い経済を取り戻すためにも不可欠であります。今後、関係者の声を直接お聞きする場を設け、産業競争力会議でも議論を行い、女性の活躍促進に向けた対応を検討してまいります。集団的自衛権についてのお尋ねがありました。政府としては10代から今日に至るまで、集団的自衛権の行使は憲法上許されないと解しているところであります。他方、私は集団的自衛権については安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告書を踏まえつつ、新たな安全保障環境にふさわしい対応を改めて検討してまいります。村山談話及び河野談話についてのお尋ねがありました。いわゆる村山談話は戦後50年を機に出されたものであり、また戦後60年にあたっては当時の小泉内閣が談話を出しています。我が国はかつて多くの国々にとりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。その認識においては安倍内閣は歴代の内閣の立場と同じであります。その上において、しかるべき時期に21世紀にふさわしい未来志向の談話を発表したいと考えており、そのタイミングと中身については今後十分に考えていきたいと考えております。また、河野談話については、昨日も国会にて答弁申し上げたとおり、私としてはこの問題を政治問題、外交問題化させるべきではないと考えております。この談話は当時の河野官房長官によって発表されたものであり、総理である私からこれ以上申し上げることは差し控え、官房長官による対応が適当であると考えております。以上でございます。これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。